よろしくお願いします。岩井まさか YouTube からお送りしてます。週刊文入です。はい、三好淳一でございます。よろしくお願いします。じゃあ、今回は三好さんの動画に対するアイデアを説明してもらいます。よはろい。しくお願いします。どうもどうも。いっぺんにね、全部見えちゃってますけど、おお、素敵ですね。これ、三角形2種類なんですね。はい。正三角形と、これ3、4、5の直角三ああ、角なるほど。形いいじゃないですか。かな。で、一個一個大きにというか、互い違い、正方形なら一松っていう感じですけど、鱗模様っていうんですかね。なんか、互い違いになるほ色ど。を塗っていくと、そして、つまり3、4、5、3、4、5で、はい。どんどん4、3、4、5だから5から3、あ、この縦に見ると5から3、5から3、5から3ってだんだんちっちゃくなっていくっていう意味ですそうそうですね。そうですね。ね。ああ、いや、なかなかいいですね。こういうのあんまなかったかもしれないですね。なんかちょっとあんね。ま自分見たような気はしないので、面白いなと思って。なんかで、この螺旋状に書こうと思うとこんな感じになりますよね。その発想の方向がちょっと逆かもしれないですね。もう。そうですね。で、こっちは5から4、5から4、5からああ、4。なるほどね。ずっとやるとどうなんですか？ずっとやるとどうなんでしょう。なんか曲がっ、あ、結局あれかな？あれに似てんのかな？何でしたっけ？ああ、螺旋の、黄金螺旋みたいなような感じにはな感じるありますかね？ね。一周するとまたどうなるの？一周、でもなんとなく掃除系だからあんまり印象変わらないのかもしれない。わかんない印け象ど。変わんないけど、そこの中側が積まれていくよね。まあ、それは細分化されていく感じですね、きっとね。で、それ自体みんな掃除なんか。あれ？そう。あれ？いや、掃除じゃないのか。掃除じゃ、まあ、一巻きずつ増えていくから掃除じゃないと言えばないけど、雰囲気はだいたい一緒。雰囲気は掃除。つまり、で言うと、黄金の、あ、なんだっけ、あいつ。黄金区形で言うところの、はい。正方形並べてるやつと近いんですかね。そうですね、きっとね。だんだん、ああ、黄近づいていくから。金になる近ほづいていくのの、近づいていってない方なんですかね。かど。かも。な？ああ、どうかな。どんどん書けばいいんだ。まあ、どんどん書けばそうなりますよね。どっか、まるっきり掃除ですか？ここと、なんていうの、あ、そこは掃除ですね。その、ここなんはていそうんうですいかね。横向きだか縦向きで掃除なところはありますかね。う。全部掃除ですか？全部掃除です。縦でこう皮むくと、縦にナイフ入れると掃除ですかね。ああ、掃除でしょ掃除ですよね。そうですう。ね。だって正三角形に対する、縦に見てっても、横に見てっても掃除なんだ。そうですね。まあ、フィボナッチみたいですかね、もしかして。フィボナッチ関係あるかな、これ。ほら。あ、種の、ひまわりがね、いるのかもしれないですひまわね。りが縦に数えると13でみたいなのあるじゃないですか。ここに数えると、ひまわりはいくついくつだろう。今引くことねえか、ひまわり。フィボナッチ。長くなりますから、まあ、あ、そうですね。ちょっとあれですね。ま次た行きま後で。す。で、今、正三角形でしたけど、別に正三角形じゃなくてもよくて、直角三角形2種でやったらこんな感じになって。なって、ポイントはつまり、方向を変えずにっていうのが、まあ同じ調子で書いていけばいいんだ。あ、じゃあそうこれはですね。もう中心まで書いてる風なやつね。ですね。まあ、拡大すると穴が開いてたりしますけど、まああ、なるほどね。あ。で、これもそうなんですけど、なんかね。おお、面こん白いなです。変な巻き方をするやつ。これさっき書いたやつですけど、この。直角三角形。
直角二等辺三角形だけでも面白いんじゃねえかってやつなんだ。なるほどね。って感じで、これ面が、白いですね。これは面白いですよ。次々ランダムに切り替わ、ありがとうございます。これはなんか世の中的に何か少し響く感じ。次々これがランダなムんに。だろうね。あ、これは人気が出るかもしれないです。ランダムに動かすときをどうするかっていうので、ちょっと試しに書いてみたのが、まあ、こう三角形二つが辺でつながってるじゃないですか。形の違う三角形二つが。で、三角形一つは円周上の三点で表すことができるので、円周上の二点を共有する円でもう一点どっか動くみたいな、って思ったんですけ円ど、は別に、あれですね、半径が合ってなくてもいいんじゃないですか。そうなんですよ。さっきそれ書いてて気がついああ、て。そうですか。そうすると、だから自由度結局すごく高くなっちゃうからどうしようかなっていう。あれですよ。全部とかやんない方がいいんじゃないですか。半径決めまあ、ればいいんじゃないですか。それはそうかもしれない。正三角形残しっていうのはありますよね。あります。直角二等辺三角形はなんかこうちょっとはまるのが分かりやすすぎるというか、まあ、そうそうですなんかそれのこんなんまあ確かに書けるんだと思うけど、そね。の正三角形の方はなかなか微妙に感じますんでね。その辺が、そう、まあ、正いくつ三か角ね。形、みんな自由にしちゃうとなんかぐしょぐしょ書いてあるような印象になるし、まあ、こう変形していくとね、それはそれで、あ、センターはそっちに行くんだとかなんか分かって面ああ、白なるほどね。じゃあ、そのアニメーションについてはまたちっとご相談しますか。い。そうですね。で、なるべく変えなくても、なんか絞り込んでもいいかもしれませんね。正三角形残しで、そうですね。なんなら直面白そうな要所要所をつないでいくっていう。ええー、あ、そしてもう、もはやストーリー、的にでもいいですしね。ここからここに行った後、こうなって、こうなってっていうのも、そうですね。我らが考えてしまえばいいのかもしれないです。はい、あ、じゃあこれをやっていきましょぜひぜひ。う。よろしくお願いします。ぜひ、ご覧になってくれた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次回で。失礼します。